一塁側早稲田大学、三塁側東京大学。このカードの2回戦です。1回戦は6対0で早稲田大学が取りました。早稲田連勝で勝ち点を目指します。後がなくなりました東京大学です。先攻東京大学、1番サード下島、2番セカンド飯田、3番キャプテンの黒沢、4番がライトアリー、5番がキャッチャー笠原、6番レフト阿賀田、7番センター澤田、8番ショート中杉、そして先発ピッチャーは辰井です。昨日は有原好投でした。この2回戦は高梨が先発です。キャッチャーは土屋、ファーストは足立、セカンド中村翔吾、昨日は先制のタイムリー、サード川原2年生です。ショートキャプテンの東條、昨日は大活躍。レフト重信、昨日2安打。センターリードオフマン中澤です。初スタメンです。ライト小野田、昨日2安打、タイムリーもありました。昨日は6対0で勝ちました。昨日が開幕カード、東京大学の1回戦を取った早稲田大学、連勝で勝ち点1を目指します。高梨がこの春のリーグ戦、開幕カードの東京大学、その2回戦先発マウンドに上がりました。3年生になっています。腕組み横側が映りましたが、有原昨日は7回ワンアウトまで打者19人を完璧に抑えました。20人目のバッターに初めてヒットを許したという素晴らしいピッチングでした。今日はこの高梨どうでしょうか。ゲームが始まります。1番バッター2年生の左バッター下島が打席に入っています。変化球打ちました。ファーストゴロはフェアです。ワンアウト。初球打ちです。ゆっくりと落下点。ファースト足立が2つアウトに取っています。ファーストファールフライです。高梨は秋は5試合1勝しか上げることができませんでした。イニングも10回と3分の2。通算成績では30試合10勝3敗、防御率 1.95 という成績を残しているピッチャーです。東京大学が昨日1回戦負けまして、チームは49連敗中です。2010年秋、同じ相手早稲田大学との1回戦、斉藤佑樹からチーム勝ちまして、そこから5シーズン勝ち星がありません。まずは1勝を目指します東京大学です。監督も浜田和志監督、新しい監督に変わっています。山本、厳しいところスイングは取りません。ファーストよく取った足立、ベースカバーに高梨もしっかりと走っていました。ファーストいきなり立ち上がり大活躍です。足立白い運ばれます。その勢いのままにベンチで走り込んでいきました。選手が迎えました。1回の表東京大学を早稲田大学守って0点に抑えています。こちらが早稲田大学のオーダーです。1番センター中澤は初スタメン、1年生の選手。2番がキャプテンの東條、3番サード川原、4番がセカンド中村、5番がライト小野田、6番がもういきなり立ち上がり3つのアウト大活躍の足立です。7番がピッチャーの高梨、8番キャッチャー土屋、9番がレフト重信です。東京大学の先発マウンドは辰井が上がっています。高松高校出身、キャッチャーが笠原3年生、ファーストキャプテンの黒沢、セカンド2年生の飯田、サード2年生の下島、
ショートが3年生の中杉、レフトは赤田2年生です。センター沢田2年生、ライトアリー4番バッターです。3年生です。浜田和志監督、打線が4点以上取らないと、そして1つ勝てばチームは変わる、今は海の苦しみです、そう話をしています。打ち上げた、詰まった打球、キャッチャー追っていきます。危ないところだぞ、取ったか、ファールです。ベースが気になるところです。継投で投げた各ピッチャー合わせまして四死球は4つです。高めのボール球、セカンドの守備範囲、ワンアウトです。東京大学のセカンドは飯田、ワンアウトを取りました。ほっとした表情です、辰井。レフトに上がった、風は逆、レフトフェンスにつく、ボールを取りました、よく取りました。レフト上がった、白い歯がこぼれます。帽子に手をやって答えました。レフトを守る上がったです。ツーアウトです。3番の川原がバッターボックス、いいボールです。バッティングカウントから打たせてファーストに送ります。三者凡退で辰井が抑えました。レフト上がったのファインプレーも光りました。1回終了0対0というスタートです。